戦い始まりの時はい和製ドラゴンチャンネルご覧の皆様こんにちは、えー、今日はですねこの映画をご紹介したいと思います中華情婦これはショーブラザーズの作品です 監督はリューカーリャン。私が悪客の時に。蓼科でこう。いろ教えてくれた。私の先生とも言うべきあの方です。この方が。その後監督になりまして。これをこう制作するんで、ぜひクラフトが出てほしいということで、当時は？そうですね。世界的に忍者ブームが。 ありましてその忍者の役でこう私が出たんですけどこの映画もまあ久々の龍さんの映画だったんですけどまあこれはレベルが高くてアクションのですね本当に「サンマンキンポン」もそうですけどなかなか OK してくれなくて大変苦労した映画です。でも出来上がりりやっぱり素晴らしく 香港でもやっぱり大失とした映画ですね。私の。やっぱり思い出に残る。一本の。作品だと思います。主演は、あの。リューカフェ、ローカフェって言って。あの、リュウさんの。親戚なんですけど。まあ、ほとんど当時。リュウさん監督、リューカフェ。主演ってる映画。多かったもんですから。それから相手役に。 あの私のこう知人で水野由香さんっていう日本の人をこう出てもらいましてあとはいろんな日本のこう俳優さん出てもらいましたね柳野信夫さんとか原田力さんとか大前金さんとか角雄次郎さんとかあとは私の弟子二人ぐらいこう出て。 レベルの高いアクションのね映画でした。それでこの中できっかけというか、劉さんがご自分でこう出演されてあの水戸のシーンをワンシーンぐらいやるんですね。これがやっぱり水戸の一番せ香港映画の最初のやっぱり撮影だったと思います。後に。 そのジャッキー・チェンが「翠剣」でデビューするんですけどその前から劉さんが「翠剣」を披露してましたね。ショーブラザーズのやっぱりシャンをかけた作品っていうのでこれもどうですね4ヶ月以上香港にいたんじゃなかったですかね。この当時映画では例えば「えー、中華ジ醤フで言うと「 リュカフェが関東語私が日本語それで上映するときはリュカフェも声優さんが吹き替え僕のも声優さんが吹き替えっていう関東語バージョンと北京語バージョンって二つあったわけですからそのやっぱりこう自分の声じゃないんですね。 みんながこう全員が声優さんが吹き替える映画だったんです。まあ今は自分の声でこう撮ってますけど当時はもうほとんど吹き替え版ばっかりですよね。はい。そういえば本港映画って台本ないねってこう当時ね言われたんですけどいや台本はあるんですよ。あるけど俳優たちには渡さないっていう。だですから 今日のシーンをそのペラみたいなとこで「はい今日のシーン今日のシーン」今日のシーンみたいなとこで渡されて今日はじゃあこういうセリフを言ってこういうアクションをやってっていうのをその日に分かるんですね。大体のこうストーリー展開っていうのは監督が僕らに話してくれるから分かるんですけど今日何を撮るかっていうのはその日によく分かる。 当時何で台本がないかっていうと例えばタイトルでも何でもストーリーでもそうですけどそれを一般にこう渡しちゃうとそれをどっかで早く取って盗まれちゃう部分もあるわけですね。ですからできるだけその本密にってこともないですけど内緒で取ってできたとこに公開するっていうのが当時の。 やっぱり香港映画のシステムでしたねはいなんだなこの人は絶対 OK しないとあらまたお前もう一回、ね、カニに例えてカニ犬にしようかこうやって